きな色。ブルー。これ事前にもらっとかないとちょっとあれですね。好きな音楽ね、アニメソング、ワンピース、ドラゴンボール、セイントセイヤ、ナルトは聞いてない。最近ね、見たのが名探偵コナンちょっとこれ俺やめようかな、ちょっと待って名探偵コナンとかやめようかな、いいか。はい、あ、それは楽だ。じゃあコーヒー、コーヒースイーツ、最近朝方なんですよ。甘いもの、最近山も好きなんですけどね。あ、どうしようかな。あ、ビーチ、ビーチ。空手の世界チャンピオンですね。仕事は、まあ、ダンスのインストラクターやってて、そうですね、自分の中ではまあそんなに変わったっていう気はなく、まあ、あの目指してるものというか、まあ、頑張ってるって感じですね。作品について、作品についてですか。まあ、今までは、去年までかは結構その、まあ、街のスナップ写真とかが好きで撮ってたんですけど、結構最近は結構少し遠くまで行って、あの自然を撮るのが好きになって、特に鳥がすごく今はハマっていて、まあ、なんか自然の空気を吸いながら、まあ、撮れない時とかも多いんですけど楽しくやってますね。観察はしないですね。あの撮影を、まあ、いい可愛いところだったり、一瞬こう飛んでるところとかを切り取りたいというか、仕草とか表情がもう本当にあるんですよね。すごくそこが可愛くて。
普段は基本は一眼レフデジタルですね、デジタルの一眼レフを使って、まあ、たまにフィルムカメラを。スフィンクスとかエジプトですね、エジプト、うん、撮りたいピラミッドと。シンギュラリティか、難しかった。今回ちょっとマシンシミュレーションみたいな組み技 と、かつコラボレーションということでちょっとポップというか少しこう柔らかい部分というか、それを合わせるところで最初振り付けをちょっと新しい風にしたかったので、振り付けをただマシンのようなものをコラボレーションでやっても、そんなに面白くないかなと僕の中ではあったので、こうカメラをこう動かす最後のところですね、カメラをこう動かした時に自分たちも動くこうマシンみたいに動きながらなんだけど、こうだんだんと面が変わっていくっていうところをちょっとどうしてもやりたくて、元気さんに相談してで完成させました。安心しました。歌いたかったですけどね。はいはい。あれですね、カメラが今までと違う特殊なカメラなので VR だから、その結構その広角なんですよ。広角って分かりますか？広いワイドなので、カメラの位置と僕たちの位置っていうのがすごく普段のカメラと全然違って、見えちゃいけない部分が見えてしまったりとか、逆に見えなきゃいけない部分が隠れてしまったりとかっていうことが多かったので、その距離感を確かめながらやるのがすごく大変でしたね。ありがとうございます。これあれですか、海外のすごい。これどういうことですか。はいはいはい、すごいですね。集ったっていうのは、すごい、ありがとうございます。これ後でゆっくり、すごい。